日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらトーストを食べていきたいと思います。で、なんで今日トーストなのかと言いますと、実は先日検証でちょっと今この辺りに画像を出すと思うんですけど、バルミューダトースターが当たったんですね。なのでせっかくだからそれ使って通常のトーストと比べてどう違うのかっていうのを確かめていきたいと思います。こちら、この右側に置いてあるのがバルミューダで焼いたトースト。チーズトーストモールっていうのがあるんですけど、今焼いてるところなので先に食べていきます。では、通常のトースターで焼いたトーストから食べていきましょう。まずは、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ただ食べただけのトーストも、ていうかただ焼いただけのトーストも悪くはないんですけどと思いながらバルミューダかじってみたら、うわ全然違うわこれ。さっきまで食べてきたというより今まで食べてきたトーストって本当に何だったんだろう、そう思うくらい違います。パンの食感も手に持った感覚も本当にここまで変わるもんなんだなと驚きを隠せません。まあ、手入れの手間は多少かかりますが、これからもう全ての家庭のトースターをバルミューダに変えてもいいんじゃないか、そう思えるぐらいのトースターでした。いや、トーストでしたか。まあ、もちろん私はご飯派という方は、まあ、いらないかなとは思いますが、詳細な説明はこの後すぐ。それでは、よろしくお願いします。ごちそうさまでした。結論から言いますと全然違いました。まず通常の トーストで焼いて、まあそれがまずいってわけじゃないんですけど、結構水分がねパサパサしているのに対してバルミューダはちょっと水を加える一手間はあるんですけど、それがもう それ水蒸気となってパンが生地水分を吸い、ふらもっちりとしたトーストに仕上がっていました。チーズトーストも通常のトーストだと焼きムラがあるのに対してバルミューダはこんがりしっかり焼けていて、チーズの味もより強く感じられて美味しかったです。やっぱりバルミューダトーストでもかかりますけど、それをやるだけの価値はありますね。まだまだいろいろやってみたいと思いますので、何かこれで焼いて食べてほしいっていうパンがありましたらリクエストお願いします。今回食べたバルミューダトーストは本当に今まで食べたことないトースト仕上がっていたので5点とさせていただきますね。それではカタツムリ少年なのかな、遅くてカタツムリで少年っていうのもちょっと想像しにくいですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。